こんにちは。今回のお話は、あ、あそこで何かしてるので、まずは見てみましょう。チャンネル登録、高評価、お願いします。オンラインレッスンもしています。それでは、見てみましょう。これで会議を終わります。お疲れ様でした。さくらくん、これ資料室に返してきて。 はい、わかりました。返しておきます。そくろくん、何読んでるのああ、先輩。これです。次のプロジェクトの担当になったので、参考資料を読んでるんです。真面目だなそれ、社外持ち出し禁止だから、元のところに戻しておいてよ。はい、わかりました。ちゃんと戻しておきます。 あれそういえば、さっき課長には会議の後資料室に資料を返してって言われて、今は先輩に資料を戻してって言われた。返すと戻すの違いって何だろうあ、先輩。んさっき 資料を戻してって言ってましたよね。うん。でも課長には資料を返してって言われたんですけど、戻すと返すの違いって何ですかあー、えっと、あー、ごめん、今、急いでるから。じゃあね。えー。あ、課長。ん何あの、 戻すと返すの違いって何ですかん同じ意味だろう。ああ、そうですか。何か困っていますかあなたは私は雪絵。言葉がわからなくて困っている人を助けに来たのです。 何かか困っているることででもあるんですか実は「戻す」と「返す」の言葉の意味の違いがわからないんです先輩に聞いたら逃げられるし課長に聞いたら同じだって言うんですけど本当に同じなのかなーって思ってああ「返す」と「戻す」の違いですねこの違いは難しいですよね 日本人でも説明が難しいです。でも日本人はこれをうまく使い分けていますよね。そうですね。では教えますね。あなたは今、資料室に戻してください。資料室に返してください。と言われて混乱していますよね。あ 知ってたんですか、ええ、すべて見ていました。戻すと返すの違いは、所有権の移動があるかないかです。ちょっとわかりにくかったですね。失礼しました。所有権というのは、そのものを誰が持っているかということです。例えば、これは誰のですか あ、それは私のです。そうですね。これは桜さ,さん、あなたのです。ですから、これの所有権は桜さ,さんです。はい。所有権の移動があるのが返す。ないのが戻すです。まだ全然わかりません。じゃあ、これを見てください。A 君と B 君がいます。 B 君は消しゴムを忘れました。だから A 君に消しゴムを借ります。この消しゴムは誰のですか ?A 君のです。そうですね。これは A 君の消しゴムです。B 君が消しゴムを借りて B 君が使います。これは B 君のものになりますかなりません。 B 君は借りただけなので、この消しゴムはずーっと A 君のものです。そうですね。B 君が使っている間も A 君のものですよね。はい。この場合は、返すも戻すも使うことができます。じゃあ、この場合はどうですか ?A さんと B さんがいます。 A さんは小説を買いました。これは誰のですか ?A さんのです。そうですね。A さんが買いましたから A さんの小説です。じゃあ、A さんが全部読んでしまいました。だから、その小説を B さんにあげます。B さんにあげました。 じゃあ、この小説は誰のものですか ?A さんは B さんにあげたから B さんのです。そうです。誰が持つかという所有権が A さんから B さんに変わりました。そうですね。B さんがもう一度その小説を読みたいと言いました。B さんが読み終わった後、また A さんに あげます。この時は誰のものですか ?B さんが A さんにあげたから A さんのです。そうですね。所有権が B さんから A さんにまた変わりました。B さんのものから A さんのものになりました。この時には戻すを使いません。返すを使います。 じゃあ、持っている人が変わって、またこのものが元の人のところに行くときに返すを使うんですね。うーんでも、図書館の本って借りても図書館のものですよね。でも、図書館に本を渡すときは、図書館に本を返すって言うけど、 図書館に本を戻すとは言わないですよね。いい質問ですね。図書館で本を借りたら、それを家に持って帰って家で読みます。そして何日か後、図書館へそれを持って行きます。その場合は、図書館へ返すと言います。じゃあ、この場合はどうですか 図書館の中で本を読みます。図書館の中で本を読んで終わった後、それをあった場所に置きます。この場合は何と言いますか戻す。そうです。借りたものを持ってその場所から離れて長めに借りる場合には戻すは使いにくいんです。 もちろん使ってはいけないわけではないんですが、返すの方が自然です。その場所で一時的に短い時間ちょっと使ってそれを元あった場所に置くときに戻すを使います。でも人の手から借りてその場所で短い時間使ってそれをまた相手の手に 渡すときには、返すを使うのが普通です。そういうことか。戻すは使えないんですか戻すを使っても間違いではありませんが、返すを使った方が自然です。うんまとめると、返すはそのものが違う人のものになって、 また元の人のものになるというときそしてその場所から離れて長めに借りてまた元あった場所に置くときに返すを使いますまた人の手から借りて人の手に渡すというときにも返すを使います戻すはその場所で 短い時間使って、元あった場所に置くときに使います。そして、戻すは、人の手に返すというよりは、元あった場所に置くというニュアンスが強いです。返すの方が使える範囲が広いんですね。そうなんですよ。だから、迷ったら、返すを使えば、 間違いないです。返すはどんな時でも使うことができます。わかりました。ありがとうございます。課長に説明しておきます。またわからないことがあったら出てきますね。バイバーイ。どこから出てきたんだろう。あ、課長。今回は 戻すと返すの違いをお話ししました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。